うん、そう <laughs> いや <laughs> 低いねって内澤君ガッツポーズがまあええかおもろいからええかいいねはいはいまあお二人のキャラクター共通してるんだ、ね、<laughs> 二面性ということで小比類巻はその最初は普通の高校生で、まあ、や闇落ちという形になるのかな、うん、ああ侵略仕上がりをしたりです、ね、国家転覆をもくろむ 恐ろしい恐ろしい青年にこう変わっていくわけでございますね。うん、で大庭君はまあ最初は人間の姿をした侵略者だったけどこう徐々にだんだんと人間らしくなっていくということで結構ね自分自身と、ね、ご自身とかけ離れたキャラクターだと思うんですけどどう,どうですか役作りの時のこのアプローチというか、うん、これどう,どうなさったんですか入野さんとかどうなさったんですか ま僕は役作りっていうのって、うん、どういうものなんでしょうね。なんんかかかか前世から指示とかあったんですかんかいや、えー、と細かく何かっていうのはなくて、うん、オーディションまずオーディションがもうテープオーディションと言われるもので、はい、スタジオに行く前にですねあれスタジオオーディションってなかったよねたなかったですなかったですよね、うんはい、だからもう僕の場合はオーディションの音声って家で撮るんですけど、はい、家で一人で撮るんですよだから家で一人で撮るからそのなんだろう いろんな方法があるわけじゃなないいですか、はい、いろんなやり方があって、うん、それを何度も何度もやっていく中であ、それいいねとかそういうことを言ってくれる人がいないわけですよ、まあ、周りにいないなのねそう、うん、だからそものすごいすある意味時間はかかりました、うん、好きな作品だし絶対にこれやりたいっていう思いからうん,うーんあれこんなのもやってみてこんなのもあこういうやり方もあるなとかってでしかも撮った後に聴く作業もあるじゃないですか聴、はい、いてしかもちょっと失敗したところじゃあつまんでみて、うん、えっと ここをしてみようかなとかっていうのを、まあ、テスト的にやってみてで通して聞いて、うん、いや、だめだ、もう一回ももう一回もう一回回永遠にやるわけですよ。うん、そこの、まあ、役作りそれが役作りというのか分かんないですけどそその段階でねそう、うん、オーバーってどういう声なんだろうとかどういう人なんだろうっていうのを探すのはまず最初は自分でやってましたね。うん、漫画を読んだだその印象だったりとか、うんその まあその先生が描いたものをキャラクターデザインというものに起こしたそのアニメの絵の中でどういうふうに映るのかなっていうのを想像してみたりとかっていうところで何パターンも送るわけじゃないです何パターンも送ってないですね多分なんかもうでも大体こうあこの辺りが自分の中では一番やりやすい無理がない位置でありえ自分の中での想像とかが絵を見てマッチするところなのかなっていうところを うーんそうですねね選びました、ね、なるほどなるほど内尾、はい、さんどうですかそのどういうふうにこのキャラクターアプローチえ、はい、っとなんか年々いやらしくなっていてあの <laughs> スタッフの人がこういうの欲しがるだろうなっていうのを予測して <laughs>、うん、この辺が落としどころだろうなとかオーディションでも収録でもそうなんですけど、うん、そこに、うん、まあ自分の。 色というか自分の素材としてこういうふうに持っていくといいだろうなっていうのをなんか頭の中で想像しちゃってる感じがしますね。<ー>今回は何それどういうのを星し,しがんたのまあオーディションで考えたことは、うん、まあこの前後高校生時代もあったし、うん、まあいわゆる闇落ち後のもう姿形変わって従えるもの増えたところのシーンもあったので。うんうん このギャップができるかどうかだと思ったから可愛い感じと怖い感じうん、うん、違いを作らないとそこは見るだろうなと思ってその計,算が計算がうまくいやいや計算大事ですからねう,いうや収録でもまあこういうところ欲しいだろうなとか自分が作り手だったらこういうの欲しいよなとかそういうことを考えてやってますね役作りっていうか。うん ちょっ計計算算というかか、うん、まで、あ、でもけ計算必要ですかね客観的にどう映ってるかっていうのは必要だと思うし<ー>僕もだからそういう意味ではあのー、これも、えー、とどっかで話してるんですけどオーディションの時に。 オーランの声はこの人ですっていう、まあ、名前はないんですけど音声が送られてきたんですこの人と掛け合いをしますそれれをを想像しててくださいいいうことですよね<ん>それを聞いてもうそ聞の瞬間僕はもあ,ほらあのちゃんやっていうのは一瞬で分かったんですけど <laughs> すでもじゃないかもしれないっていうのは持ちつつでもそれは誰,誰でもよかった僕にとってその本当に誰なのかっていうことは重要じゃなくて<ん>この音だからそれこそオーランの人オーランってこういう人だっていうのを音で聞いてたので。おんおんおん まあ深く関わる役だっていうのもしてたので、ええ、そこはうんおそらくなんだろうな自分にしかできないところってあるなっていうのはビビっときていて、ええ、なんかそこはちょっとそういう意味では狙って、ええうん、こな音とかこういう芝居感っていうのは必要なんだろうなっていうところは考えてやっていました。 よう聞かされるもんなんですか。オーディションの時はないよね。あんまりね。まあ掛け合いでっていうパターンもスタジオでやる時はなくもないです。けど、うん、基本的にはないですね。ね同時にっていうのはあるけどね。<ー><ー>でもなんか決まってるので、えー、っとこの人と掛け合いします。っていうことはほぼないよね。うん、なかなかないですね。応募<ー>を受けてんの。オーバーはやってないですね。渡瀬です。渡瀬か。はい。 ぽいねいやどううっぽさあります先生僕はコヒュルまくも受けてるんですよそうね結構何キャラか受けているということまたそのもねそのキャラでやってたらどうなってたんかっていうのもねなんか聞きたいところありますけどどうして一番この作品で難しいと感じたとことかどういったとこでしたか難しいと感じていたでも常に常にそれは感じていましたね特に前半の方とかはその スイッチというかどうやって大場君のなんだろうキーを探すかっていうかう <ん S 1> どこに大ー,ーがあるのかっていうのを自分で探すんですよねで後半になってくるとじゃあスタジオでマイク前に立ちましたで慣れてるから大場君が出てくるんですけど <うん S 1> 最初は大場君ってどうだったかなとかねちょっと上げてるのキーは。 キーはまあ序盤はちょっと上げてるかな。線ちょっと補足する感じ。うん。何それ。そうですね。そう線を補足する感じ。でちょっと可愛くするラインは狙いつつ。でもそれがなんかさ、あのか可愛いをやりすぎると。わざというわざとおいというかなんかちょっとちょっと気持ち悪くなっちゃうなっていう。 それをやるんだったら俺じゃなくてもいいっていうかもっと違う何かが必要になってくるから、はい、自分の中での一番いいところって何なんだろうっていうのはすごく探しました、うんまあ、でも人の体にね入ったからねそうですねそういうのが逆に良かったかもしれない、ね、そうですねサクッ感じが見た目はオーバーケータの見た目でありつつも、はい、中には侵略者が入っていて、うん、それがもうパカッて開いた時に、うん、なんかちょっと見た目少年っぽいというかもしかしたらすごくいわゆる 大葉の見た目よりももっと小さい青年な少年なのかもしれないとか<う>いろいろそういうことも考えると声はあれなんだけどもっと喋り方っていう部分のところで、えー、変化をつけていこうかなとかあとは人間ではないっていう,うに日,本日本語人類の言葉に慣れていないっていう部分だったりとかは<う>序盤はすごくこう意識し,しながら<う>、うん、どこら辺がうんっていうのはすごく考えていました。この前 ンしてます堀江君が「出てデデ見ました!」って言ってくれて、ええええ、この前イベントで一緒だったんですけど<う>堀江君がすごい言ってすっごい面白かったですって言って「犬<う>さんあの役はあの最初からああいうのを思いついてやったんですか?」なんて質問<う>目を。キキラキラ あのしながら言っててきですねなんか、ちょっとどうやって思いましたよね、どうやって思いましたか、そんな、なんかそういうふうに言ってくれ、うれしいなって、でも、そうは言われても、でも自分にはあれしかなかったというか、あったなという、そんな、もいキャラクター、中国語もしゃべれるぐらい、そうなんですよ、だから、ある意味、完璧じゃなきゃいけないとの全部入ってるんでしょう。けどね はいといいととうことでございまして、まあねええー、お二人にねインタビューで、えー、他の,あのキャラクターで気になるのは誰という質問をしたら、うん、二人とも同じで、うん、気になるキャラクターが中川博と<う>、うん、おっしゃってましたけどもそうですねこれも非常に気になる僕はインタビューとかされてる中で質問されて考えてると博が温暖、えー、になんか。 大事なこと言ってたじゃないですか。うん、こう身近な人を守って、うん、それがどうのこうのみたいな。うん、で、それでオンタンが行動に出るから、ヒロシが世界を変えたんだよ。まあ,まあある意味そうだよね。出発点ヒロシじゃんみたいな確かって。かで、でその平行世界への移動が始まって。 みたいなあと気になったのがヒロシ死んだかなみたいになって終わるじゃないですか確かにあのわってなって光を浴びてたからヒロシの心配誰かしてあげてってオーランはねあしてるんだろうけどねしてるんだろうけどいろんなことが起きすぎてヒロシとはなってなかったからヒロシって俺はなってましたなりましたよねヒロシのお父さんもそうさっきね見たてほやほややと思いますけどもヒロシの あのグッズでヒロシのメジャーガンの知してるあ、見ましたよ、はい、僕、この前舞台挨拶があった時に、に、はい、いろんなグッズをねうん、うん、あの出演者の皆さんもどよかったら使ってくださいって置いてあってですね<ー>真っ先にヒロシのメジャーをゲットしましまたか、はい、で最初はカバンにつけて <laughs> あの、ヒロシをこう見せびらかしながらやったんですけど。えー 最近ちょっと重いなってことに気がついた。重いです <laughs> い<や>それも重いの<め>それ重いんですよシシメジャーの割にしっかり作りがね、めちゃくちゃしっかりしてるんですよちゃんとしてるんだそうちゃんとしてるから大きくなったからねそう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  すごい、ね、足の親指みたいになってるもんね、あのデザイン、めちゃめちゃおもろいよね。先生、すごいよね、いろんなキャラクターの作り方が。はいということでございましてね、ねちょっともう、時間いっぱい、ね、いろいろお話したいんですけど、次のコーナー行きましょう、出てて男子部といえば、ですねこのフリップトークということになっておりますので、今回のお題はこちらになっております、だだん、限定、オーバー小イン巻だけのお気に入りシーン ということでねこの裏の主人公といわれるお二人ひたすら掘り下げるというコーナーでございますせっかくなのでですねお互いのこのシーンが素晴らしいというシーンを書き出していただきました、はいえー、前所交渉でも構いませんのでね、はいまあ、入野さんは小昼、はい巻きの内山さんは大場君のお義理のシーンを教えてくださいということで、うん、さあそれでは一斉に出していただきましょうせーのド、はい、ンと出た 残虐小広に巻き、そして本当の顔出てきたし、わかなるほどあそこかなここかなっていうねとかありますけれどもさあじゃあまずじゃあ伊野さんから聞いていきましょうかはいこれはどのどの時なのかなこれこれ出ますかねもしか出るえっと出てますかね出てるかねまあ交渉の冒頭の方ですよね頭ねありねはいなんだろうその前哨見終わってね まあもしくは交渉から見た人ももしかしたらいるかもしれないんですけどもそうそう、ね、何にせよ始まりにこんな残虐なものを見せられるなんてひどいぜ、小広い巻きみたいなところですね。でまあ、小広い巻きがひどいっていうのはもちろんそうなんですけど何よりもね、やっぱこうすごいのはこの残虐性ってどういうところで見せるのかっていうとやっぱり映像じゃないですか。うんうん、で、いかよようにも見せられるんですそれがうん絶妙な形でそのなんだろう、いわゆるその。 液体がねその侵略者たちから出てくる液体だったりとか、うん、その描写そのカット割りとかそういうものでものすごくこうもしかしたら淡白にも見えるぐらいねなんかこう淡々と殺していくあの表情のない小広磨きを描く、えー、映像にゾッとしました確かにね、うん、まあ、うん、赤じゃないっていうのも良かったかもしれない、ね、なですでギリ見れるっていうのは。しかも侵略者たちがやっぱりある意味の 無抵抗に近いというか、逃げているところを。ね。いや侵略者弱いんかいって思いましたよね。弱いん。分かってるだろう、小平巻っていうね。えなんなん。おお、ね。ひどいね。ど、や、や。このシーン、このシーン、どう、声とかってそんなにバンバン入れてなかった。あんまり入れてないから。でもなんか侵略者語。いや、違うか。侵略者から聞こえた。 ああ、<に>は,いは,いはい。人間の声っていうところが。収録が独特で、後で加工かけるんですけど。うんうん、あれはどうしてね、アナグラムになってんだっけ。あれはどうなんですか、これ。意味のない。意味のない。言葉を。を <laughs> 監,監督がいるの今。<laughs> そって聞いたんですけど。カ <laughs> タカナらの羅列になってて、それをなんか感情込めて言うのも、<ー>こんなんなかなかないなと思いましたね。あれ、実際意味ないんですか。 あ意味はないんだ意味はないみたいな<ー>逆さになってるとかじゃないですね<ー>なるほどだから最初あれあの書いてあ,あるの内山さんが一,一回連絡来て こってどっち読む俺はこういうふうにやったよみたいなやり取りとかてるんだよね。ってことはみたいな侵略証語じゃないけど向こうから聞こえるとこう聞こえるのかみたいな処理をしたいなら視点によって日本語普通に喋っててもっていうことでこっちがこうやって喋るのかとかって頭こっちになってあれがまた難しいのが意味がないものっていうのをじゃどれだけその 意味が隣に日本語がいわゆる意味が書いてあるわけですねそこに合わせて読んでいくのかっていうところは結構難しかったですそういうのもね意識しながら見ていただくとまた違うかもしれませんさあそして藤本さんそう侵略者大場もそうなんですけど顔がパカッてなるじゃないですかここが思ったより怖くてホラー映画始まったみたいな。 か,かってなっちゃうし何とも言えない色味じゃないですか中身が<う>漫画読んでても怖かったんですけどそ<う>ねかかってなるところはも原作のあのこう雰囲気をものすごくアニメーションに落とし込んでるよね。 なんかいきなり来たからゾワってしちゃってすっごい印象に残ってます。うんうん、意外と怖がりだね。もうねパリーンってねパリンと割れて全部見える時もありましたけどねそういうことってなりましたし。ねうん、このだからこの色色の感じとか。 笑ってるけどなんか笑ってるのじゃんかみたいなよくこれをさ初見でまことがさおいみたいなそのなんか隠蔽の方向によくあいついいやつだなうわーとかってなるんじゃなくておえってなるのがどうだって俺がさおううちはパカっつって開いたらおうやめろって言ない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  止まるよね。ていうか逃げるよね。ひどいな。あの包容力っていうか、すごいすごいね。あの子は本当にいくらでもお金貸せる。そういうこと返してくれたら絶対裏切らない裏切らないね。まことはね。権力がすごい。素晴らしいねいいよかったですね。さあということでございましてじゃさらにさらにさらにね土続き行きましょう。 せっかくですからですねそのそれぞれのですねまあ何も関わらずねもう大葉と小昼にも関わらず二人の好きなシーンもしくはこれは見事だと思われるシーンを教えてくださいということでございますのでじゃあ見ていきましょうせーのドンはい、ドンあ出た磯部屋そして海水浴と海水浴のシねじゃあちょっと井野さんから聞いてこうかね磯部屋ももうもうなんかあのこの世界観 素敵ですね、まあ、かあれモチーフになってるものはもちろんあるんですけどあるあるでもあのセリフたちっていうのはやっぱり「朝」のイズムが入り込んでいる、うん、絶対そのモチーフになってるものではやれないし<ー>絶対ないものっていうのが絶妙すぎて、うん、でなんだろう キャラクターも可愛いですし、たらこさんとはね、杉田さんの、ここしかないって、キャスティングすげえなっていうふうに思っていて、すごかっただから、ある意味ね、だからそれこそこのイソビアンだけでアニメにしてくんないかなっていうぐらい、本当に見たいんですよ、おまけでもいいから、もっと見たい、漫画でも途中でぱって止まるから。 だから今回僕は一ファンとして気になっているのはそのイソビアンの部分だったんですねどんな描かれ方をするんだろうっていうところであったんですけどだからもっともっとちょっとね見たいちゃんと漫画じゃなくてアニメみたいにね、はい、ちゃんとなってた方が良かったですけどねそうです僕の携帯の裏にはですねイソビアンシールが貼ってありますから、はい、そのぐらいファンでございますそしたら他の人とファッと話しあうかもしれないあれ ?2 枚あるやん何これ僕話しすぎですかめっちゃ好きやん <laughs> めっちゃ好きなシーン、大場と侵略者のシーンですね。どれやどれや。これ出ますかね。いっぱい出乗り込んだ時乗り込んだ時まあだからこの小広美さんと対決をしてもうボロボロになった状態で侵略者に対ちに助けてもらって、その戦い乗りこ僕が乗り込んだところで実際にこうその中の侵略者の大場の中にいるものが助けてもらった。そこで人と再会してありがとうっていうあのシーンは。 ぐっときましたねある四角いちょっと長めの、ねはいはい、顔の方ね。でやっぱどうやって「そのありがとう」って言うんだろう、うん、大場くんはっていうのをすごく考えていまして<ー>感情的なのかそれともやっぱなんだろう本当に唖然としながら言ってるのかどうなんだろうっていうところはすごく考えながらはい臨みましたねこの収録に。なるほど。<laughs> 私は海水浴のシーンをあげたんですけれども、ええ、やっぱり「ででで」は。 なんか世界がもう終わるかもしれないっていう母感が浮かんでるのに、ええ、でも日常は続いていくっていうのがう、ね、不思議だね、えー、<ー>前哨とかではあなんか特徴的であでもなんか実際ああいう状況って想像できないけどまあでもなんかだらだらと日常っていうのはつ続いてしまうものなのかもしれないなっていうのも思わせるところなんですけど交渉で言うと海水浴のシーンが本当に嵐の前の、はい、本当なんか。 たわいもない楽しいシーンで、うん、でなんか最後まで見ると平行世界にとかパラレルワールドの話だから。 牧がもしここに加わってたらみたいななんかそういう世界線も実はどっかにはあったんじゃないのかなと思ったりして幸せね、彼女たちも生きててとかそういうのも見たいなと思って絶対あっただろうねいろんなものが考えられるお話なのでそういう意味も含めて印象深いいなと思ましたそうういそこまで思ってさすが、さすが小廣牧だからこそこのシーンが。違う世界考えた なるなと思いました足つくぞいうシーンやねこれね、うん、なるほどなるほどはいということでございましてお二人ともありがとうございました面白かった